はい、本日はシックスさんのイベントに参加させていただいております。じゃあちょっとご協力いただいたお二人に自己紹介をお願いしてください。はい、アシックスジャパンの寺崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。アシックスのアドバイザーをさせていただいてます、佐藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。前回に引き続きありがとうございました。よろしくお願いします。今日もいっぱい動かしていただいたかなと思うんですけれども、新しいレゾリューション8。あ、ごめんなさい、スタビリティ出してました安定性出してました。なるほどね、動かないなと思ったんですよ今。安定性出してました。もう今回のこのシューズはもうスタビリティが一番のキーポイントなので、圧倒的なスタビリティ感を今 まさに体現したんですけれども、全く反応しないからどうしようかと思って前回の撮影の時にはソリューションスピードの FF ということで、まあ、よりスピード感を。そうですね、今回はもう安定性と、まあ、レボリューションっていう、まあ、7から、まあ、8に変わった部分として、まあ、本当に使って体感できる部分ってどこがありますか？いや、体感できる部分としたらやっぱりその包み込む感じ、まあ、中にそのダイナラップっていうまさに技術を使ってるんですけども、あとこの外側のブレをなくすためのダイナウォール、履いた感じ足入れがまず楽で、たくさん動いた後に今まさにすごいテニスやったんですけれども、このままの足で帰れるぐらい楽。しっかりしてるのに、はい、あの硬く感じないなっていうところはちょっと最初、一番最初に足を入れた時にやっぱきちっとしてるんですよ、はい、本当にレゾリューションらしい感じはするんですけど、本当柔らかいっていう履き心地があるなっていうのはすごいなと思って。ありがとうございます。もうやりたかったことをもうまさにもう言ってくださって、お二人がもう断定感出しちゃおうかな前のアップデートした時はスピードを求める方、もうコート全体を駆け回っていただく方用のシューズで、これがもうベースラインを愛する人、ベースラインを愛する人、ザ・ベースライナーに向けてのシューズなので、もうその違いも体感していただけるとすごい嬉しいなと思います。ベースラインを愛する人ですから、ベースラインを好きとかそんなレベルじゃない、愛する人ですから、そのフレーズがなんか力強いというか思いが強いですね。ラブラブ下唇噛むぐらいの感じ。今回実際に足を入れてみて、ただこう安定感があるだけじゃないよ、この履き心地が良くて、ちゃんとこうなんて言うんだろう、動きやすさもちゃんと考えられてる、ただただ重いだけじゃない、ただただ硬いだけじゃない、動きやすさもちゃんと考えてるからこその安定性かなというのが実感今日はできたと思っております。私たちも開発するときにその前のモデルを超えることをもう考えるんですけど、結構セブンがかなり人気のシューズだったので、もうどうやって超えていくかっていうのをすごい考えたんですね。でもトップ選手にチャリングしたり、早稲田大学参加させていただいたり、動きやすさと安定性を兼ね備えたシューズっていうのができたかなと思ってます。やっぱりアシックスっていうと、もう本当に陸上競技だったり前に進むのが得意な本当会社で、それこそ前に行くここを追求しているところもあったんですけど、その中で今回横への動き、ベースラインのこの一番テニスで使われるこの動きに特化したこのダイナウォールとかを入れてですね、そのただ横に行った時にガツッと当たるのではなく、ちょっと足を包み込む感覚を持ちながら、そこを技術をですね追求していったというところが今回のこのゲルレゾリューション8。ゲルレゾリューション8。じゃあみんなで一緒に言いますか。せーの、ゲルレゾリューション8。じゃあ新製品ゲルレゾリューション噛んじゃったよ、はい、まあ、新しくねバージョンアップしたレゾリューションのモデル8ということで、はい、ぜひ皆さんね体感していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、どうも今回もありがとうございます。次回もありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。